振りと人は、詰将棋における手筋の一つ。攻め方にわざと駒をただ取りさせるに用玉方が応接する方が正解となる手筋を言う。詰将棋や将棋では、純粋に盤上の駒をただ取りされることは、多くの場合は不利である。しかし例えば、盤上の駒が邪魔駒である場合に、相手に取らせることで邪魔駒の除去という目的を達成するなど、 取らせることが有益である場合もある。この時、該当の駒を、ただ取りされた局面と、ただ取りされない局面を、玉方の王酬で選択できるものであって、かつ前者が正解手順となる場合を振り逃避という。玉方駒の指章の除去、攻め方駒の指章の除去、いずれ取られる駒を先に取らせるに分類できる。玉方駒の指章除去は、玉の逃げ字拡大化。 味方の飛び駒の危機筋確保である。攻め方の支障除去は、攻め方を強力にするものであり、内部詰めに関連する。随一で二五銀には、甲を取られることを不正で一五玉が良いように見えるが、三七馬、二五玉、二六馬、二四玉、三五馬、一五玉、二四銀で積む。この手順で、玉方の一四甲は、玉の逃げ字を妨害していることがわかる。 そこで、2手目に13玉として、14銀、24玉、25銀、15玉とするのが振り頭皮である。図2と比較して、玉型は14項の除去に成功するため、図2以下と同一手順では積まなくなる。図4で、55銀に対して 46K を取られないように53玉と、すると、54歩以下用意に詰めることができる。そこで、二手目に四五玉として、四六銀、五四玉、 五五銀、五三玉とすると、四六桂が除去されて、内部詰めの局面になっていることがわかる。攻め方は獲得した桂を用いて、内部詰めを打開する。綱なで二六飛に、二五角を取られないように一七玉としてみる。以下、二七飛、一六玉、一七歩、一五玉、二五飛となり、最終的には角を取ることに成功して、詰みに至る。 そこで、2手目に15玉として、25比、16玉、26比、17玉とすると、この間の手順で攻め方には角を用いた有効な手段がないため、結局は、図8以下と同じ手順で詰めることになる。玉方は振り頭飛をすることで、図8までの手数と、図9までの手数の差である4手の手数伸ばしに成功する。ありがとうございます。